6章前編の気になる点のまとめ動画を以前公開させていただきましたが、個々を掘り下げた考察をしていないことを昨夜夕飯のカレーうどんを食べている時に思い出しました。なんでカレーと卵って相性がいいんだろうね。ベストマッチだよね。バニャ、どうもトロです。続スケアリーモンスターズで盛り上がっているところですが、久しぶりに本編のプチ考察をしていきます。今回は監督生退学するかもしれない説についてのお話です。このチャンネルではツイステッドワンダーランド、キングダムハーツの考察を中心に、ディズニーのゲーム、スクエニのゲーム、その他様々な作品の実況や生放送をしています。少しでも興味を持っていただけましたら、チャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。はい、それではね、順番に見ていきましょう。ツイステッドワンダーランドの世界に召喚された主人公は魔法を使えないため、ナイトレーブンカレッジに入学することは許されず、雑用係として学園生活を送ることになりました。その後、シャンデリア事件でエーデュース、グリムと協力し、ドワーフ鉱山から魔法石を持ち帰り、その功績が認められ、魔法の使えない主人公はグリムと2人で1人の生徒という条件でナイトレーブンカレッジへの在籍が認められました。これは裏を返すと、片方が欠けた場合、特にグリムがいなくなった場合、魔法を使えない監督生はナイトレーブンカレッジに在籍できなくなると言えます。また雑用係に戻るのか、ナイトレーブンカレッジから追い出されるのか、もしくはナイトレーブンカレッジに不信感を抱いて自ら出ていくのかもしれませんね。オーバーブロッドした術者の強い負の感情を具現化したかのようなブロッドの化身、その体内でブロッドが凝縮されて結晶化したものが黒い石であることが6章で明かされました。そんな黒い石をプロローグから5章までに合計6個食べてしまい、ついには自我をなくしてしまったグリム。6章前編にてブロッドの研究をしている非政府組織ステュークスにさらわれてしまいますが、近い将来チュートリアルに登場した大きなキメラへと変貌することを考えると、今後の物語でグリムを奪還できても、彼の体内の黒い石、ブロッドの結晶は残ったままだと考えられます。ステュークスがナイトレーブンカレッジを襲撃する前、クローリーはこう言っていました。彼の状態によってはもうこの学園にはいられなくなるでしょう。その後、イデアとオルトが暴走するグリムを捕獲し、反省文と定額ぐらいで済めばいいけどとイデア氏は言っています。これは今後グリムがナイトレーブンカレッジからいなくなることの暗示なのではないかと考えます。同時にそれは監督生がナイトレーブンカレッジ在籍の条件を満たせなくなることを意味します。状況は全く異なるためこじつけになりますが、ディズニーの生みの親ウォルト・ディズニーは高校生活を1年終えたところで自ら中退を志願しました。監督生イコールウォルト説をコメント欄でよくいただくことがあるんですけど、もし仮に監督生がウォルトからインスパイアされたキャラであるなら、彼の人生をなぞるという可能性もありそうですよね。ちなみにディズニー映画初の長編アニメーションは白雪姫で、ウォルトが最後に見届けた映画作品は王様の剣です。闇の鏡や中庭の井戸、リンゴの木、式典服は美しき女王の老婆姿からイメージされていること、ポムフィオーレが最古の寮などナイトレーブンカレッジの基盤は白雪姫であることが伺えます。ナイトレーブンカレッジのライバル校のロイヤルソードアカデミーは直訳すると王の剣であり、5章に登場したアンブローズ学園長はマーリン様からインスパイアされていることが名前と外見からほぼ確定なので、ロイヤルソードアカデミーは王様の剣が基盤になっていると考えることができます。つまりナイトレーブンカレッジの中退を余儀なくされる監督生はロイヤルソードに編入、もしくは一時的に面倒を見てもらうという展開になる可能性もありそうですね。オンボロ寮の寝室の鏡が異空間とつながっていること、監督生がミッキーと対話していたことが6章の序盤でクローリーに漏れてしまいます。ここで統一試験で入手できるクローリーの限定ボイスを思い出してみましょう。学園長室に飾っているグレートセブンの肖像が素敵でしょう。尊敬の気持ちを込めて毎日私がそれはもう丁寧に額縁を拭いています。私は忙しいのに肖像画の皆さんがおしゃべりなのでついつい仕事を忘れて話し込んでしまうことが多々あります。困ったものですよ本当。
ツイステの世界では肖像画もおしゃべりできることはプロローグにて判明していますが、仮にクローリーがおしゃべりしているのがグレートセブンの肖像画だとすると、ディズニーヴィランズたちはミッキーのことを知っているはずなので、クローリーもミッキーの存在を知っている可能性が高く、グレートセブンに報告するという流れが想像できます。ディズニーヴィランズたちにとってミッキーは邪魔な存在です。オンボロ寮の鏡を割る、もしくは寮自体を封鎖するという行動に出てもおかしくありません。この点からも今後監督生がオンボロ寮やナイトレブンカレッジにいられなくなる可能性は十分にあり得ると考えます。はい、最後に今回の動画を簡単にまとめます。監督生の在学の条件は2人で1人であること、グリムは今後学園にいられなくなる可能性が非常に高い、ウォルト・ディズニーも高校を退学していた、ミッキーの存在がクローリーにバレてしまった、以上のことから魔法を使えない監督生がナイトレブンカレッジを去るという展開は覚悟しておいた方がいいかもしれません。チュートリアルで敗北確定だったグリム括弧仮との戦いの場にロイヤルソードの生徒を引き連れて監督生が戻ってきて最悪な未来を書き換えるという流れも熱いかなと思います。また前に別の動画でお話しさせていただきましたが、角太郎のオバブロは監督生がトリガーになるんじゃないかと考えていますので、その観点からも監督生の退学、オンボロ寮の封鎖はありえるんじゃないかなと思います。詳しくは過去のこちらの動画をご覧ください。あくまでもこれは考察、現在考えられる可能性の一つ、線になっていない一つの点、今後の展開、新情報で矛盾が生じることもございますので、その辺ご理解いただけますと幸いです。はい、ナイトレブンカレッジを追い出されるとしたら皆さんはどこに泊まりたいですか？よければコメント欄で教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。